田中九十明治十四年十一月七日は、江戸時代後期から明治にかけての発明家、東洋のエジソン、からくりギエモンと呼ばれた、芝浦製作所の創業者。完成十一年九月十八日、筑後国久留米の別校採掘し、田中八重門の長男として生まれた。幼名は、ギエモン。万年時計こと万年時名称を幼い頃から、才能を発揮し、 五穀神社の祭礼では当時流行していた、からくり人形の新しい仕掛けを次々と考案して、代表版となり、からくりエモ門と呼ばれるようになる。二十代に入ると、九州各地や大阪、京都、江戸でも工業を行い、各地にその名を知られるようになる。彼の作で現存する、からくり人形として、有名なものに、弓江道寺と文字書き人形があり。 からくり人形の最高傑作と言われている。天保五年には上方へ上り、大阪船場の伏見町に今日構えた。同年に折りたたみ式の海中植台、天保八年に圧縮空気により、灯油を補給する灯病の無人灯などを考案した。その後京都へ移り、硬貨四年に天文学を学ぶために土見門どに入門。嘉永二年には優れた職人に与えられる。 大江大城の称号を得た。翌嘉永三年には、天道説を具現化した、趣味山木を完成させた。この頃に、蘭学者の広瀬元康が営む、自習道に入門し、様々な西洋の技術を学ぶ。嘉永四年には、季節によって、昼夜の時刻の長さの違う不定時法に対応して、文字盤の間隔が全自動で動くなどの、 様々な仕掛けを施した万年寺名称を完成させた。田中九十らが製作した蒸気機関車の模型その後、再び採火して佐賀に移住した久し枝は、開永6年、佐野城民の勧めで蘭学狂いと言われた、鍋島直政が治める非全国佐賀藩の精錬型に着任し、国産では日本初の蒸気機関車及び蒸気船の模型を製造する。また、 軍事面では、反射炉の設計と大砲製造に大きく貢献した。文久元年には、佐賀藩の三越海軍所で、藩の蒸気船、電流丸の蒸気管製造の担当となり、文久二年には、幕府蒸気船の千代田型蒸気管の修繕を行う。文久三年には、実用的に運用された、国産初の蒸気船である、両風丸建造の中心的メンバーとなっている。 これらの文献記録を裏付けるように、三重海軍群では、鉄板圧着に使う鉄病が多量に出土しており、上機関組み立てに伴う異物の可能性が高いと報告されている。源氏元年には、佐賀から久留米に帰り、久留米藩の軍艦購入や、重砲の鋳造に携わり、同藩の食産工業等にも貢献した。明治6年に、新政府の首都となった東京に移る。 75歳となった明治8年に、東京、京橋区南近六町9番地に電信機関系の製作所、田中製造所を設立。田中久しへ、夫妻明治14年11月7日、82歳で死去。墓所は、青山霊園。久しへの死後、田中製造所は、養子の田中大吉が引き継いで、芝浦に移転し、株式会社芝浦製作所となる。後に、 東京電機株式会社と合併、東京芝浦電機株式会社となり、これが現在の東芝の基礎となった。高い志を持ち、創造のためには自らに妥協を許さなかった。久しえは、知識は失敗より学ぶ。ことを成就するには、志があり、忍耐があり、勇気があり、失敗があり、その後に成就があるのであるとの言葉を残している。昭和六年、 十五位を追造された。田中製作所に勤め後に独立などをした人物。万年寺名称、万年時計として知られる。この時計は重要文化財に指定されている。平成16年に東芝、成功などの研究者によって分析、復元され、レプリカが平成17年の愛、地球博で展示された。この復元作業には100人の技術者が携わり、 最新の機材を投入したが、解析に時間がかかり、愛、地球博の開催日までに、動力のバネに使われている、分厚い、新中板を調達できなかったことなどを理由に、展示されたレプリカは、完璧な復元には至らなかったが、後に原品通りの材料で、レプリカが完成した。現在、万年自命賞の原品は、国立科学博物館に帰宅され、平成19年には、 機械遺産に認定された。弓江道寺弓江道寺1990年代に徳川家と前川家で発見された2体の弓江道寺は、峰崎15によって修復、復元された後、それぞれ豊田産業技術記念館と久留米市教育委員会によって所蔵されている。久留米市教育委員会が所有する弓江道寺は、補修を施し復元させた大阪根屋川市の東の 進むしより5000万円で購入した。文字書き人形文字書き人形、10松、竹、梅の4文字が書ける文字書き人形が平成3年にアメリカにあることが分かり、平成16年に日本に持ち帰られ、東の進むしが修復した上で、翌年の愛、地球博で展示された。現在は、久留米市教育委員会が所有している、テレビドラマ舞台 ありがとうございます。